はい、FX の小相場解説をお楽しみの皆様、本当にこんにちは。最近 FX の相場解説ね、私あえてやってないというかできないんですよ。アメリカの大統領選がどうもね、もつれてもつれて長くなるんじゃないかなっていうふうな、そういうような想定もありますけども、概略を申し上げますとね、基本的にはドル安に向かうと思うんですよ。だからどんどんね、ドル円されてる方はセルで取っていけると思います。これは変わりません、これからも。ただね、相場解説をするときに今みたいな状況だとファンダメンタルが入りすぎるんですよ。ですんで私のテクニカルは今は通用しないっていう時期ですんで、じゃあそういうふうなね、荒波の時に船を出す人っていないと思うんですよ。私はそういう感覚なんです。今ものすごく相場が荒れてるんで、予想がつかなくてテクニカルが通用しないと思ってます。ただ基本的には大筋ではですね、長期では全てドル安になるんで、今はデイリーよりもね、デイリートレードよりもデイトレードよりもやっぱりね、スキャルピングっていうんですかね、何日かこう日をまたぐようなトレードだといいんではないかなと思います。まあ、ですので私の場合はすでにポジションそちらの方にね、日足とか週足に移してますけども、これはちょっとね、私のチャンネルではご紹介できないんで、ざっくりと大筋でセルでいいんじゃないですかとだけ言っておきます。バイに行くってことはあんまり考えられないです、でそれはね、やっぱりトランプさんになるにしても、バイデンさんになるにしても、国民が、アメリカ国民が期待して大統領に押し上げるわけですから、やっぱりね、政策としてはドル安で、ドル安は何かっていうと、なんかその海外から物をね、買いやすくなるわけですね、だからそういう認識だと思うんですよ。で今アメリカっていうのはとってもね、貿易赤字が膨らんでるんですよ。これ貿易赤字が膨らんでいるっていうと、ものすごくね、嫌な印象をアメリカに植え付けるんですけども、貿易赤字が出てるってことはお金が外に出てるわけですから、その分ね、対価が、物が入ってきてるんですよ。だからアメリカは今非常に物が豊かになって、その分ちょっとお金が足りなくなってる部分が国民にあるのかもしれませんけども、物は結構溢れてるんじゃないかなというふうに思うんですよね。でこれをこれから細かくリサーチしていって、本当にそうなのかとかね、それからドル安になると本当に物は買いやすくなるのかっていうところを細かく見ていくっていう作業が私には残されています。いろいろ仮説を立てた後、裏付けを取っていかないといけないですからね、でその裏付けが OK だと思えば、資金を増やしていく、ポジションをどんどん玉を増していくってことになります。それがこれから私が進める11月の作業になるかなと思いますけども、これはちょっとね、デイトレードしていると私の FX の相場解説の中ではちょっとテーマが変わってくるんで、詳細はできないんですけども、私はそういう心づもりでこれからね、11月12月の週足とかでね、日足から週足でエントリーしていって、まあ大きなね、流れで1週間決済とかね、2週間決済みたいなことをやっていこうかなと思います。まあセルで入ればまず間違いないと思うんでね、私はそういうふうに考えてますが、1日単位だとロスカットばっかり出ちゃうと思いますんでね、1日当たりとこうなりますからね、すごい極端に上下に触れるんですよ。だから今1時間足見てみても、もう上下に触れてます。すごくヒゲもバンバン出てますんで、こういう時はちょっと私のトレードスタイル、デイトレードは向かないなと思います。長期でセルですね、これしかないですね、今のところ。そういうふうに考えています。それではね、相場解説いつ再開できるかちょっとわからない状態ですけども、大統領選次第ですかね。通常はね、こういう時他の影響のない通貨に行くんですけども、私はドル円だけなんで、すいませんけども、しばらくはどうなるか分かりません、 FX の相場解説、でもこういう時はね、解説しても意味がないと思いますので、混乱を招くためにあえてしないという方針で、ご理解いただけますようによろしくお願いします。基礎を固めていきましょう。では失礼します。